演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートのモンブランブアを食べたいと思います。この天井、完全にドラ焼きなのか、ちょっと突っ込むだけなんですね。本当にファミリーマートってこういう本人ドラ焼きって本当にドラ焼きなのって言っていいものかどうかわからないものが距離出てきますが、これはこの系統なのかな。はい、5体目モンブランの名前の通りペーストはたっぷりかかっていますね。これは美味しそうです。で、外してみるとこんな感じですね。やっぱりドラ焼きっていうよりはオムレットっていう印象があるのですが、ではいただきます。モンブランペーストだけでなく中のホイップクリームにも栗が入っていたようですね。なので栗の風味がとっても濃厚で口の中に広がってきました。そのあとどこはかたのバターの香りもしてるのかもしれませんね。ドラ焼きの生地はふんわりしてね、確かにオーレットとはちょっと違う感じがしますので、やはりドラ焼きなのかなともちょっと思ってしまいましたね。ドラ焼きはやっぱり見た目もああでないとこだわるのはやりすぎでしょうか。でも栗がとっても美味しかったのでこちらもペーストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。